こいつは風を操るのか。面白い。うわあ、吹き飛ばされそうだぞ。ええ、すごい風ね。でも。ええ、このぐらいならとっくに経験済みだ。そういや俺たちもっとすげえ嵐を何度も経験してるしな。ああ、あんなやつに俺たちは負けねえ。こいつ強えな。ギアセカンドゴムゴムのジェットバザーカー。効かねえよ。ブルジャンブフランバージュシャット。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。ちょっとは本気出さねえとな。グランデ。力を見せてやる。俺のできることをやるぞ。やっ、グランデ。ちょっとは本気出さねえとな。グランデ。
効かねえな。情けない姿を見せちまったな。いちちちちち。このものジェットバザーカビビってなんかいねえぞ。こいつ強いわ。ミラーズテンポ、またモルガナ。お手柔らかに頼むぞ。グランデ。Yes!
ンドパーゴムのジェットバザーカまだいけるぜ。私の番のようにこれはどうかしら。しくじったかな。行くぞ。おう、援護は任せた。ゴムゴムの火炎イストラ負け。あの風は厄介だったが、なんとか倒せたな。俺、飛ばされるところだった。大丈夫よ、チョッパー。もし帰りましょう。また何か難しいことを調べているの？あなたが2年間気象を学んだのはウェザリアと言ってたわね。この文字に見覚えがないかしら。言われてみれば、ウェザリアの文献に使われていた文字に似ているかもね。でも似ているだけよ、全く読めないもの。文字は文化や歴史などによってあっけなく形を変えていくものよ。
だけどその基礎となる部分は堅くなに変化しないわ。何が言いたいの？そうね、この島にはウェザリアと源流を同じくする人たちが暮らしていたという仮説はどうかしら。その人たちが記した石板なの？じゃあこの島の人は空島からやってきたってこと？この石碑だけではそこまではわからないわね。ただ何かの関係があったことは確かね。何？二体目の巨像もか。これはまずいことになってきたな。あってはならない歴史だ。知られるわけにはいかん。元帥を呼べ。話があるとな。結局ここって何を研究？引き出されていた。なるほど。